ドールマスターズは佐島ツトムによる日本のライトノベル。イラストは太郎にが担当。電撃文庫より2014年7月から2018年2月まで刊行された。西暦2400年代。世界は太陽系開発機構という大規模連盟に掌握されていた。地球上はポリスとオートンに分けられ、日夜資源をめぐった争いが絶えなった。 そんな世界の完全管理を成し得た背後には、ある、機動兵器イコール、タイタニックドールの存在があった。タイタニックドールは、パイロットの、思念の力イコール、島を増幅させ、物理的な戦闘力に変える機体であり、パイロットは、ドールマスターと呼ばれ、覚醒力の主戦力となっていた。小田原オートンで、姉のジュリと共に傭兵をし、生活をしていた。 サオトメ創生は横浜ポリスとの戦いで自分が同僚操縦をするのに類まれな才能を持つエクサーであることを知る。それにより太陽系開発機構軍直属の教育訓練機関である岩戸高等訓練校に樹里と共に入学することになる。初めての宇宙に戸惑う創生であったがそこである一人の少女と出会う。宇宙に浮かぶ人工天体都市の 高校での物語が始まったのだった。ありがとうございます。